まめひこチャンネルをご覧の皆様、まめひこの石田です。こんばんは。はい、井川です。まめひこチャンネル大幅リニューアル。いやいや、ね、もうすぐ終わるんだ、ね、もう終わるんですよ。まめひこチャンネルね、始まってもうね、うん、もう1年ですから。そうですよ、もう200回。明日で、明日の回で200回。今日199回目。だから見て、ほら、もうまたこのアディダスのパーカーを着る季節になりましたよ。1年前もこのパーカー着て始まったんだよ、ね。もうお前がパーカーっていうのはもうバーカーにしか聞かない。アディダスに失礼な話。いや、アディダス関係ないから。バーカーがパーカー着てるっていうことでしかないからね。やっぱこのさ、うん、なんか突然のなんかレイアウト変更もそうなんだけど、うん、これこれ。そうそうそう、これ12月にね。12月オープン、かっこ予定って書いてある。そうそうそう。これ一応ね、こういう。いや、そう、これさ、うん、何なの？これちょうどね、一昨日ぐらい。なんて読むと思う？え？コビブ。違う。違うの、コビブ。購買部だな、これ別に普通に。わかんねえし、普通じゃねえよ。マメク、はい、購買部です。いるよね、こういう予備校の先生。そう。こういう風に黒板にギミック仕掛ける先生いるよね。購買部って読む。購発音は？発音は購買部。え？いやいや、別に何だよ。購買部？全然。購買部？いやいや、購買部だもん。普通に食べ部。いや、購買部っていう看板だったらちょっとかっこ悪いから、一応なんかこういう看板の方がいいかなみたいな。まず購買部って言わないじゃん。これなんで？学食のことだろ、購買部って。え、違うよ。お前学校に購買部なかったの？いや、あったじゃん。あったじゃん。中学。違う違う、高校の時あったの、購買部。ないよ。あったあった。どこ？だって、いや、うちの学校でパンとか買いに行くのは購買部だったよ。むしろ購買部っていう単語を俺高校で覚えたの、俺らが。あ、いやいや、だから、うん、実際そこにはさ、うん、何、鉛筆とかさ、そうで、ノートパンとかも、ノートとかパンとかでしょ。そうだ、それをやるんだよ。いやいや、だから何がよ、あんまさ、お店に購買部ってなくない？あ、ないね。そうだけど、ほら、うちは喫茶店じゃん、うん、喫茶店だからさ、うん、喫茶店じゃないってことをアピールするにはさ、何を言っているんだ。喫茶店じゃん。喫茶店じゃないことをアピールするにはって何が、何を言ってるんだ。いやいや、だ、分かんない人だな、お前。だからね、うん、なんだよ、豆と、このさ、うん、お店の、うん、こっち側はうちの店なわけよ。ちょっと待って、三茶店、三茶店、三茶店がそっちに、ここがうちの店よ。ちょっと待って、じゃあ、うん、三茶店の入り口と逆側なのこれ。そうだよ。ああ、通りじゃない方なんだこれ。は？通りだよ。ええ、三茶店、あ、そうか、ここのこっち側と何か、あ、分かった分かった分かった。大丈夫か？うん、分かった分かった、うん、どの辺から分かんないんだ、俺まだ何にも喋ってない。俺今ちょっと勝手に勘違いして、通りがあって、まめひこはこっちに面してて、うん、こっちに面してて、だからこの隣なのかと思った。なわけねえよ。こっちだよね。こっちに面するとかねえから。分かった、ちょっと俺の中で、頭がちょっと異次元になったな。いやいやいや、お前の異次元ぶりには分かってるんだけど。あ、そういうこと。だからこっち側の店よ、はいはい、うん、だからこう、何？地続きなわけじゃん。うん、そうだね。いや、なんならこう、引き絵で見ると、うん、一つの店じゃん。あ、むしろね、豆彦でしょ。豆彦だから、豆彦って言って、うん、ああ、ここがあの豆彦だと思って、はいはいはい、お客さん来てこっち入っちゃうじゃん、間違って。ああ、だってこっちの方が近いもんね。こっちの方が近いから。ここ違うよ、5m、うん、近いから。あ、購買部、こっちは購買部なんで。あの、喫茶店の方は、あ、食堂の方は隣ですから。ああ、そういうこと、ね、そうでしょ、はいはい、だから今日さ、豆彦行こっかっていうふうに、お前がこの近所で働くサラリーマンだとすんじゃん、うんうんうん。いや、俺最近金ねえから、うん、ちょっと給料日前だから、うん、今日俺購買部でいいや、はい、って言ってお前パン買うじゃん。買うね。だからそういう風にここに行くと、あの食堂、こっちは食堂、うんうん、A 定食、B 定食、クリームチキンがあるのがこっち、はい、スードスードでもこっちは、うん、どっちかって言ったら、そのなんかサンドイッチを買うとか、うん、そうだね、はいはい、ノート買うとか、うんうん、ブルマ買うとかね。ブルマとかね、うんうん、そう、上履きとか、上履きとか、そう、あの、なんだ、コンプリヘンシブ買うとか。そうそう、そういうのはだから豆彦購買部の方じゃないといけないので、で、あの、ほら、え、豆彦って書いてあるじゃないかって言われても困るから、うん、その説明は分かったよ。でもその説明は分かったけど、その情報を、うん、
理解するにはこれが購買部って分からなきゃダメなんじゃないか。これカビポー、いやだからいいんじゃない。そういう勝手にお前みたいなやつが、うん、え田舎から東京の豆彦にさ、うん、憧れてやってきたな、はい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 、あれこっちだらばカフェ豆彦って書いてあるんだけども、うん、そうそう、私の方をこれ見るとコビブコビブってところ来てんだけども、あのこれどっちの方が本当の豆彦なのかしらって。東京って恐ろしいところだねって帰っちゃうじゃんこれ。いいじゃん。マメヒコなんかコビブーしかなかったっす。いやいや、そうそう、そういう人いるよね。マメヒコで来たんだけども、なんだかこうとんかつ屋さんみたいな豚の格好したコビブーっていう店しかなかったんだけどもさ。あのさ、うん、何、君のデザインちょいちょいあの豚出てくるよね。いやどっから生まれいずるものなの。いやだから購買部のブーはブーだから。一応豚の方がいいかなって。これは豚足ね、これ。そう、豚足。よくわかってるじゃん。だから、いや、だからね、ここは豚肉も売ろうかなと思ってるの。ああね、かつてね、豆っ子豚肉。いやいや、そうそう、ね、だからハムとかソーセージとかさ、夏なんてここでソーセージ焼いてさ、あの、ね、ビアガーデンにしたらとか。あ、購買部いいわね。シャウエッセンな感じどう。別に豆っ子シャウエッセンでもいいんだよ。シャウエッセンな感じだと、もう豆っ子じゃないけどさ。いやいや、まあ、でもほら、ホエー豚はね、うちのね、そうそうそう、昔の主力商品じゃない。そう、だから豆っ子購買部っていうことで。あ、なるほど、ちょっと辻褄が合ってきた気がする。そうでしょ、うん、で、ほら、別にさ、購買部限定ソーセージとか売ってもいいよ。ああ、そうだね。お店では出してませんけど。出してません。お持ち帰りだけ。なんならさ、これ地続きだからさ、うん、ソーセージを隣の店まで1本にしてもいいよね。何ロープかと思うとソーセージになってるっていうのもいいわけだ。向こうは隣の店から俺のこのテーブルまでつながるこの夢のソーセージ、うん、いやだから豆彦秋ですからね、うん、豆彦カフェ豆彦対豆彦購買部、うん、恒例ソーセージ綱引き引っ張り合う、引っ張り合うで切れたところが食べれる、うんそのソーセージでなんか両側からなんかポッキーゲームとかやったらもうキスできる頃にはもう口がぐっちゃぐっちゃの油まみれ。なんかお前ってほんと汚い人間が汚い何なのそれ人間が汚いよ、もうなんかおかしいだろ お前が綱引きとか言い出すから言い出すからなの俺はなんだよソーセージ、なんで俺は綱引きって言ったんだけど何そのソーセージを端からキスなんとかみたいにして食べた時はぐちゃぐちゃって思う、汚すぎるな。まあまあでもそれ、うん、あ、ソーセージってでもうちやったことなくない？そういやいや、ないから、うん、ソーセージやろうとか、例えばね、はいはい、なんですか、カツサンドがあるよとか、あーそうだね、コーヒー豆がいろんなのが買えるよとかさ、これさ、中ではあくまでも食べたりできないんだ。できない。購買部だから。購買部だから。だって購買部食べちゃったら食堂じゃん。そうか。だからあのテーブルの中はない。でもさ、じゃあどうやってビアガーデンとかやるの？この前とかでやるの？いやだからもううちの店とこの店の外側で勝手にビアガーデン、うん、まあでもね海外とかだとねなんか道路に出てねなんか夜のバーベキューやったりするだからそういう風にこの購買部の方が喫茶店じゃないよっていうことをアピールできるんじゃないかと思って考えてるんだけど、だからそれがこのコビブな購買部なわけね。ああなるほど。でもう一つ言うと、うん、まだ何やるか決まってないから購買部っていうことにしとけばさ、うん、ああまあまあまあね、うん、まあ何でもいいわけじゃん。まあ何でもいいよね、別に購買部だから、うん、売ってる売ればいいんだから、うん、だからそういう風にしたらさ別にあれだよ、あのなんかハイチュウとかも売ってもいいわけ。ハイチュウ売るのやめようよ俺ハイチュウ好きだけどさ、うん、あこれ2階建てなの。そうだよ。で、あ上はもしかして事務所だ。から上はこれになるわけ、この今あるこの事務所。そうそう事務所、サテライトスタジオ、ヨゼミのサテライトスタジオになる。世界に発信するサテライトスタジオになるわけ。ああなるほどね。これさ、だからここのこれでできればこのブロック取っちゃいたいって書いてあるけど、これがその三茶店ともあそこの境のブロック。そう、取っちゃいました。いやそうそう取っちゃいたかったんだけど、うん、大人の事情で取っちゃいけないこともあって、まあまあね、だからもういつか壊そうと思った、うん、俺は。こっそり。うん。あの東ドイツと西ドイツの。あれみたいな、もうね、いよいよ、木が熟した頃に、はいはいはい、購買部の方から、うん、とカフェ豆彦の方から両側からね、両側からで貫通して、うえーっていう、つるはし持って、うえーってやるんだ。だから、ヤスと高菜が抱き合って泣いて喜ぶっていう
隣同士、うん、隣同士で貫通しましたって言うっていう。でソーセージが通ってるからね、ああそうかそうか、有効のソーセージが西と東を繋ぐ